皆さんこんにちは、バイスプレイヤーの沙織です。今回なんですけど、レビュースターライトポートレートブースター開封動画というわけで、見届け人123に一緒によろしくお願いしますということなんだけど、私すごいテンション上がってんの、わかる？ふふっ、ね、津久井みなみさんっていう女優さんがいるんですけど、私の大好きな、はいはい、今回入ってるんですよ、これに入ってますね。入ってます、わかります。ということで、今回はみなみさんの S レアが出たら、はい、1みなみさん好きエピソードを言っていいっていう縛りでやっていこうかなって、前回に引き続き、そう、前回に引き続きやっていこうかなって思いますんで、早速上げていきます。じゃあ早速一箱目からいきます。今回ね、ボックス PR が結構大事なのよ。なんか、あの、そうそう、新規の5種のうち1種類がオーバーフレーム。あ、しおりの集中だね。大事。ホイール。うん、ホイール。これね、ホイール仕様は今後ないらしいので、なかなかレアな感じにはなってるんですけど。早速。で、新規が、あ、セーラン。ひさめちゃん、きちゃ。あれ？あれ？あれ？これいいんじゃない？いや、みなみさんはまだ出てないんだけど、この3人が入ってる青蘭総合芸術院っていう学校が私死ぬほど好きなの。あ、なんか一番、一番好きなのね。あ、みこーい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 、あ、メイファン、ゆめさん、あ、あれ？メイファン、竹内ゆめさんもね、今回よかったわ。なかなかね、はいはいはい、舞台に出られない人だったんだけど、初めてだね。すごい、あ、もちろん見たんすよ。はいはいはい。いや、よかったよ。よかったじゃん。ごい、舞台の感想としてすごいいいんですか？いやね、あの、思ってたのとは違ったんだけど、はいはいはい、あ、これ、大事。あ、一連動。あ、ちょっと待って。光ってますね。あ、違う。黒春ですね。黒春ですね。やっちよ。今回ね、この10の連動がスターライト的にはかなり強い連動となって、あの、ソードアートオネーム、アカネーム、はいはいはい、アカナ、あ、アキラ来ちゃったよ。アキラ、アキラ来ちゃったよ。アキラ、アキラ、あ、お、あ、あ、出た、来ましたね。ちょっと待って、しかも気づいて、しかも、しかも S レアの S スーパーレアの方ですね。ちょっとカメラ気にしなくていい。あ、これは、あ、ちょっとごめん、あの、思ったより嬉しい、あの、思ってたを超えて嬉しくて、ちょっとリアクションが、あ、かエピソードいいですか？あ、エピソードはちょっと、あ、先いきますか。エピソードなんだろうな。あ、じゃあ、すずちゃんっていうキャラに関するエピソードなんですけど、はい、あの、すずちゃんの好きなものがチョコミントアイスなんですよ。で、みなみさんのファンクラブの生放送でチョコミントアイスを食べながら、はいはいはい、あの、放送するっていうのをやったの。で、私チョコミントアイス嫌いなんだわ。でも、みなみさんがやるって言ってんだよ、はいはい、食わないわけにいかないじゃん、はいはい、買って食べたら、はい、美味しかったの。いや、本当に嫌いだったんだけど、で、それをみなみさんに送ったの。みなみさん、チョコミントアイス食べれるようになりましたって言ったら、はい、帰ってきた返事、はいはい、私も美味しかったチョコミント食べれなかったって。みなみさんも食べれなかった。あ、無理やり食った。無理やり、すずちゃんのおかげで、あ、そういうこと、ね、そうそう、チョコミントが好きになったっていうプチエピソード。あの、ファンクラブ、さらっとファンクラブ入ってるなっていう。あの、しかも、あの、ファンクラブ月額500円だと2000円のとあるんだけど、はい、2000円の方ですから私。あの、2000円の方すると南さんとやり取りする権利がもらえるから、それは結構お得。500円でも十分楽しめるんだけどね。めちゃくちゃガチ。でもね、ほんとね、あ、ダメだ、 SR 次出ないとエピソードないんだ。、はい、チョコミント、チョコミントでは今ので1回分終わり。はいはい、あ、くど、くど、はる、やちよ、あ、やち、なんかさ、この順番多くない？同じキャラ。で、出るんですかね。あ、ふみ。このね、ふみもね、宝太陽、じゃない、宝太陽じゃない、袋太陽。袋太陽、懐かしいですね、袋。1ボックス目先、あきら、あきら見ると嬉しくなっちゃう。あ、ふみ。光ってないやつですね。
お、小春。え、ちょっと正論多くない？確かに。ちょっと1ボックス目おさらい、はい、ということで1ボックス目こんな感じ。正論ボックスということでいいですか？切れ気味だけど。いや、でもアキラボックス、いや、アキラも3種類出てる。じゃあね、早速2箱目。ちょっとまだコンプじゃないから2箱目いきます。箱ピーかぶんないでほしいな、欲張り。全5種類、全部5種類だね。いや、一応ダカの中に実写版は、ね、おメイファン、これもね、結構強い、あの、かすみ、かすみって言われるやつ。で、はい、いやー、いけるかな。でも、ここまで来たら、ごめん、欲張って SP とか出したくなっちゃうんだけど、それはそれ。 SP も出るの？ SP もね、全5種。SP もあるんだ。しおり、あきら、お、あきら、ホイール。ちょっとあきら嬉しいわ。いやね、今回の舞台で、ね、やっぱシークベルトの話だったんだけど、はい、あきらがね、あきら良かったわ、のうよ。良かったわよ。良かったわよ。良かったわよ。ふみ。あ、ひさめちゃん。あ、クライマックスだね。これさ、私2001だと思ったら2001じゃなかったんですよ。ちょっと呼んでもらっていいですか、テキスト。あー、はいはい、ドローしないやつ、ね、そうそうそう、あの進撃の巨人のありがとうと一緒の。お、ひさめちゃん、ひさめちゃんすげー出んの。あれあれ、あ、メイファン、すごい、なんかメイファンも出るね。あの、西条クロディーヌ、クロディーヌ出てない、西条クロディーヌ入ってるんですけどね。西条クロディーヌ、まあ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 、あとちょっと、あ、アキラめっちゃ出るじゃん。すごい出ますな。あ、小春。いやね、小春も良かったのよ。あの、七木香音さん。はい。いや、セーラーに触れることで、私、舞台作品を見ることになっていった。はいはいはい。雨の塔って舞台めっちゃ良かった。全然わかんない。全然わかんない。全然わかんない。あ、みちる。助立ちだね。球団にあった。メイファン。これあれですよ、はい、あの中央移動、あのダブルレアの強い、あ、はいはい、これね、この大地の女神ね、すごい好き。工藤春の、工藤春とか、はいはい、呼び捨てちゃったいいかな、怒られない、過激化に。すごい映りがいい。ふっ、あ、しおりだね。しおり、ふっ、お、小春。ふっ、あれあれあれかぶっている、あれ、これで2ボックス目2ボックス目終了ですけど、みなみさん、なんかあれあれ終了いやいやいや、ちょっと待ってください、まだあるんで待ってください。じゃあ、あれ、みなみさん、はい、というわけで2ボックス目こんな感じなんですけど、あのピンポイントでさ、すずちゃんだけいないの。ほんとだあれあれ、今回はあの夢王子姉妹ボックス、あ、なるほど。で、ラスト3箱目いきますかはい、じゃあラストいきますよ。はい、どうぞ。まあ、プロボ何かな。プロボはさすがにかぶんないでしょ。5種ありますからね。あっち、キャラで言うとね、八千代もかなり好きなんで、八千代が欲しいんです。おー、あー、いいっすね多分トップレアだね。一番あの青が4枚以上で早出しできる回復、あ、強いんですよ。いや、それいいね、笑顔。でも野球は嬉しいんだけど、みなみさんが1種類出てないんですよ。あ、1種類出てない。あの、もう1種類、あ、ケラチじゃない方が出てる。ちょっと待って、アキラ、すごいアキラ主張が、あ、来た。これね、あの、初霜、はいはいはい、私こっちのみなみさんの方が好きなんですけど、ちょっとホイールではないんで、ちょっとエピソードはなしのホイールミコイと。ミコイエピソード、ミコイエピソード、ミコイエピソードありますよ。一個だけミコイエピソード入れてきますか。あ、じゃあミコイエピソード開けながらでいいですか。はい、あの、いいです。ミコイエピソードは、あの、最初の仙台地区、ミコイさんのデビューの時に私が地区に行ってたよ、はいはい、すごいトイレでいっぱいあったトイレがめちゃくちゃ、女子トイレがめちゃくちゃ狭くて、そこの階にそれしかなかったの。
あ、スタッフ用とかなかった。そう、なかったの。だからすごいみこいさんとめっちゃ会ってめっちゃ気まずかった。逆にこんなに会っていいのかなっていう。確かに反応困るな。そうそうそう、うん、工藤春、あきら、ふっ、あ、初西条、クロディーヌ、初クロちゃん。さっき全然出なかったっすので、ね、このクロちゃん3箱で1枚目じゃね。うん、あ、3箱で1枚目だ。3箱で1枚目だ。私このクロちゃん移り好き片言になってた。このクロちゃん移り好き。あ、しおり集中だね。アキラ、アキラ、アキラすごい出ますね。これも結構見ない。クドハル。いや、そんなことない。まあ、1箱目には出た気がしますね。アキラがすごい。まあ、アキラの印象が。あと何パック？あと。ちょっと待って、私南さんのこれのホイールが欲しいの。あと2です。それで3です。あ、さっきのオーバーフレームレアの実写版だね。ふっ、西条クロディーヌ、あ、コハル。あれ、いやでもセーランなんで。あと2パック。あっちこの開けか。あ、やった。これね、これはちょっと一連動なんで。ミチル、ふっ、メイファン、ふっ、しおり、しおりも結構出てる、うん、あれラスイチ。いや、みなみさん分かってんだ、やっぱいらっしゃる、やっぱね、あの全員一だからアクション女優として分かってるんですよ、はい、こういうシチュエーションみたいなの。なるほど。震え声しおり、なるほど。あ、やちよ最後ね。うっ食べらずに。あれということで、3箱目結果いきます。あきら毎回出てますよね。切らさないあきらマイボックス出てるということで、3ボックス目ラストこんな感じになりました。もうワンエピソード出なかったんですけど、しか出なかったんですけど、なんかやっぱちょっと待ってね。はい、カモン。あれというわけで、出るまで、出るまで、あ、出るまで行くか。アキラがすごいのよ。アキラが毎回出るの。あ、いいじゃん。かぶらない。しかもあれこれ対応のやつ。いいよね、対応のやつ。まあね、デルマでチャレンジって言ったってすぐですわ、そんな。あ、メイファン？フミ？解禁者。いやね、アキラね、でもアキラ好きなの。アキラ絶対3枚出るよ。でも好きなの。すげえな、3枚。あ、ミコイ？あ、ひさみちゃん、クドハル？なんでクドハルだけ役名じゃない？クドハルなんで？なんで出てこない？ヤチヨ、ヤチヨ、ヤチヨだってわかる。ヤチヨ、クドハルの意味がすごい。鶴姫ヤチヨが出てこないの。メイファン？メイファン？アキラなのよ。アキラなのよ。ミコイなのよ。ミコイ2エピソード。ミコイ2エピソード？その後。その後、その同じ大会で、あの名前入りの CD 持ってる、はい、私沙織さんへって書いたミルキーホームズのデビューシングルを。あれ、これ初めてじゃない？あ、初ですね。クロディーヌ10。あ、あれ来た来たけど、さっきと一緒のエピソードですけど。あ、でもじゃあラスト南さんエピソード、はい、ちょっとまともなやつ。いい、はい、あれ実はあのウイルス蔓延したじゃん、はいはいはい、でマジでバイスやめようと思ってたの私、はいはいはい、ブログもやめて、はい、全部やめようと思ってたんだけど、その時に南さんがフリーになったのね、はい、事務所を辞めて日本一のアクション女優を辞めてフリーになったんだけど、なんか同世代なんだけどね、南さんって私と、はい、すごいなんかそれに感銘を受けたのがめっちゃある。なんかこの状況下でなんかチャレンジをやめない人なの、この人は。はいはいはい、なのになんか自分はなんかかっこ悪いなと思ったんだよね。ちょっと真面目な話だけど。でなんか南さん見てて、ちょっともうちょっとやってみようかなって思って、はいはい、バイス続けててよかった。そうしたらこんな追加来ちゃったからよかった。十何年やっててよかったっていう
結構真面目な話、いい話ですね。あのマジでこの人が本当は嫌な人とかだったら私目玉えぐって捨てた方がいい絶対めちゃくちゃいい人、まあね、うん、本当一生リスペクトできる存在。そうですね、ちゃんと4とか縁起悪くね。え、課長なんて4とか縁起悪くね。縁起がある、まだあるちょっとね、ゼロの南さん出てないから行っちゃいます。はい、というわけで、でもプロモを一切被ってない、箱ピー被ってない、あと自信、あ、でも被ってもよし強い、まあ確かにめっちゃ強いです、これこれ、これ強かった、めっちゃ強かった。テキストを読むよりさ、あの青蘭のテキストばっかり私読んでたからさ、あ、あれ初めてじゃない、初の、あ、小春、あ、ミコイ、ミコイ3エピソードかっちゃんがと私がステージイベント見てたんだけど、みこい私にだけめっちゃ手振ってくれてたらしい。あ、めっちゃ手振ってるよって言ってんだけど、ずっとよそ見てたから。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとすごっ、トップレア。やばいの出たね。ちょっと今びっくり、ひさめちゃんとか、うん、なんならみこいの話してトップレア。え、ミコイありがとう。え、これはすごいのでも、あ、びっくり、やっぱか強いっすね、かっちゃん。うちのくじたんと強いんですよ、なんでも当ててくる。いやびっくり、アキラこの勢いで、いや何枚出るのよ何枚出るのよ。いや、これはもうこの勢いですずちゃんのゼロレベの SR 出して解散ですよ。最初何枚出る2枚目ですね。何枚出るのよ。まだサイン出るかもしれない。まあ同じ箱からね。同じ、いやでも私この人の七木さんの顔めっちゃ顔めっちゃ好き。めちゃくちゃ美人なのよ、わかる。なんでキレてんの何も言ってないじゃない言ってない、ね、とか言ってないなんかね、私だけすごい盛り上がってるからさ、なんかね、やっぱちょっと、いや僕らあんまりこう、あ、舞台はね、あんまり知らないっていうのが、みこい、ふっ、あれ、小春も結構出るんじゃない、ね、出てますね。小春は一応リーダーだから、うん、ということで、残念ながら南さんのエスレアは当てることができなかったんですがまあ何箱開けた？5ですね、5開けて、これはなかなか素晴らしい結果だったんではないでしょうか。これやばいね。そうだね。なんでちょっとね、あのこの DVD すごいいいんでAmazon で買えるんで、これすごい私おすすめなんで、よろしくお願いしますということで少女歌劇レビュースターライトの開封動画でした。やったその後なんと出ましたね、隣で出してました